じゃあ今回は、パネルマクロを使った、表示の方法をやってみたいと思います。でそれどうやってやりますかっていうと、ウィンドウ、新規、パネルです。でこうやってパネルができます。でパネルからツール表示、そしてコントロールを追加でボタンを追加ですね。でここに好きな名前をつけてください。あのタイトルとか、例えば XRD グラフとつけていただいて、でプロシージャー新規です。でこのクリックヒアのところに、あの前使ったコマンドのやつものを入れます。まあ、なんかエラーが出てるって思うんですね。でこの米印いらないのでここをやります。覗きます。でこれでいいですね。プロシージャー保存です。で実行ですね。でなんか、エラー出てますね。でこういう場合はプロシージャーを編集をします。で見ていくとですね、実はなんかもう一個同じのが前テストで作ったやつがゴミとして残ってますんで、そういう場合は捨ててください。1個でいいので。似たようなのがこれ3つ並んでるんですね。私は間違えてテストの時に作ったのが残ってるんで、あの1つだけでいいですから、同じのです。本当はこんなこと起こらないんですけど、私がやり間違えただけです。本当は1個だけ作るとこんなふうに1個だけできます。でコンパイルですね。ごめんなさいね、これもう一回新しいのにした方がいいのかもしれないですけども、まあちょっと失敗例も入れといた方がいいと思います。でこれで、コントロール T を押します。コントロール T を押すと実はここの表示が出たり消えたりします。で例えば、新しいのやってみましょう。 T27 のファイルをフォルダを作って、それでここにスコーンと入れて、でこれでウィンドウ新規グラフしてみましょう。こんな風にできましたね。でこれだと見えづらいのでこのボタンポチッと押してます。あらあらあら、なんかまたエラーがうまい具合にいかないのでちょっと悲しいです。あ、なくなってますね。ごめんなさい編集の時に変なのに壊れちゃうみたいですね。あらあらあら、なんかいい例が出せなくて本当に申し訳ないんですけど、こうやってやって、もう一回作ればいいはずなんですけどね、ちょっと失敗しちゃいましたね。でこんな風にボタンポチッと押すとできてくれるということですね。で機能の追加もできます。例えば自動メモリにするっていう風にして、ここにコマンドが書かれますから、このコマンドコピー&ペーストしてくださっていいですし、この下にも出ます。でここの新グラフにもう一回編集します。プロシージャーの編集でもいいです。それはどこにだったかな、このプロシージャーウィンドウというのを開いてやると、これとこれのやつ連動してますんで、ここにこのままポコンと入れてもいい、コンパイルをしてもいいです。でもうこうやってみましょう。まあいくつかやり方があるんですね。どういうのやり方が一番便利かは調べてもらえばいいんですけど、こうやってやるとこういう縦軸が揃ってくれるんですね。で実は直接編集もできます。ここにコントロール T してもう一回やって、ここの編集で直してもらってもいいです。まあ直ってるの分かりますね。あのプロシージャーウィンドウ開いたのと、このここから開くのと同じ機能出てますんで、同じファイルを参照してますんで、どちら変更してもらっても構いません。でこんな風にすると、だからですからこうやって作ってもらって、1回だけ頑張ってもらうと、もう次から同じプロセスでボタン1つで全部同じことをやってくれるんですね。でこういう風にして、いろんなタイプの、例えば今回 XRD グラフですけども、 ZVEC とか他にもいろんなグラフがあると思うんです。こういうグラフのボタンを作ってもらって、であとポチポチポチってグラフにした後に押してもらえば、まあ、グラフにするだけじゃなくても、ここにカーソル合わせた後にグラフのボタンを押してだけでも図は作れるようになります。実はそれは、ここの名称が、固定じゃないといけないんですけども、例えばやってみましょう。そういうのも作ってみましょう。例えばこれでやりますね。そうするとここにコマンドが出ますので、これをコピーします。でここを、直接編集でもいいんですけども、ここから編集して、この一番最初につけておきましょうか。こう出しますよと。でこんな風ですね。でこう閉じて、こう閉じて、でこれボタンを押すと、グラフも全部作ってくれますね。こんな風で、あと他のいろんな、細かい動作がありますね。ここの反対側につけたりとかいうのも全部できます。なのでそんな風に同じようにして、好きなグラフを作れるように1回だけ頑張ってもらうということですね。毎回これを同じことや
やってると非常に面倒くさいですから、こういうふうに、まあ、とりあえずはまずメモ帳に編集しておいたりとか、まあ、直接これを作ってもらってもいいですけど、こういうのを作ってもらって、ポチ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 と、ご自身の研究室で便利な、イゴール用のグラフプロットソフトを作るということですね。そうすると、ものすごく時間が、ものすごく時間を短縮することができます。で、まあ、今回はこれぐらいにしておきましょうかね。あ、そうですね。これぐらいにしておきたいと思います。